皆さんこんばんは、 MK です。ポケモンレジェンズアルセウスパート26やっていきましょう。今回も湖の試練進めていきたいと思います。前回でエムリットとユクシーの試練が終わったので、今回はアグノムからですね。ユクシー、アグノム、エムリットって神秘的なデザインでいいよねと思う方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 MK さん守備よく言ったようですね。そうですね、なんとかなりました。しかし不思議ですね、なぜ赤い鎖そのものを与えてくれないのでしょうか。確かにそのまんまくれたら嬉しいんですけどね。欲する人がいい人か試しているから。ほう、なるほど。もし悪人の手に渡れば何が起きるか分かりませんよね。あ、これはダイヤモンドパールの話をしているんでしょうね。そう、ダイパの時は赤木が赤い鎖を使って自分のね、こう新しい世界を作るって言ってたんですよ。赤い鎖を悪人が何のために使うのかわからないけど、なんかいろんな考えな人がいるんですよ。さあ、世界をつなぐ以外にも何か役割があるのかもしれません。なんか新世界は作れるらしいよ。今の状況も謎、赤い鎖も謎。とにかく赤い鎖のため湖を巡るとしましょう。そうですね、とりあえずコギトさんのイオリに戻りますか。じゃあ戻りたいと思います。よし、じゃあ一緒にみんなで行きましょう。わかりました、コギトさんにも話を聞きたいですしね。そうですね、とりあえずあと一つ集まれば赤い鎖はできるっぽいよね。赤木はこの時代にいないから大丈夫だと思います。先祖の島星さんは結構いい人だしね。なんであんな島星さんみたいないい人からね、つながって赤木になったんでしょうか。ユクシーの爪か、どこか温かみを感じるの。おお、湖のポケモンの試練、あれをこなした人は他にもいたのか。確かに、ことぶき村がきな臭い感じです。あと一つ急がれた方が良いかも。ほう、なんででしょうか。きな臭いどういうことなのじゃ。いや、なんか急いだ方がいいってよ。そんな話聞いてる暇あるかな。時空の裂け目の向こう、ポケモンの影が見えたとか、電木さんは調査だけではなくもしものための討伐隊を組織したとか。ほう、胃腸紹介の人が教えてくれました。討伐隊、お前も胃腸紹介じゃろ。まあまあまあ、そうですけど、もしも、もしもですよ、時空の裂け目から本当にポケモンが現れたら皆さんどうなることやら。確かにそれが新王様なのかも正直わかんないしね。 MK さん、翡翠がどれだけ広くてもあなたには関係ないよね。あと一つもらいに行きましょう。うわ、討伐隊が来る前にじゃあ行かないと危ないか。その意気です。自分も歴史に残る一瞬最後まで見届けますよ。見てるだけか。良いか、3つの湖を巡り赤い鎖の材料をいただいたら霧の遺跡に向かうのじゃぞ。わかりました。霧の遺跡、なんか戻りの洞窟の話なのかなって思ってるけど、わかんない。じゃあちょっとポケモンを入れ替えたいと思います。そう、前回捕まえたゾロアークね、こいつをちょっと手持ちに加えましょう。うわ、どうしよう、ゾロアーク何タイプ。ノーマルゴースト。また変わったタイプだな。初めてじゃない、ノーマルゴーストって。いや、タイプは被ってないから。うわ、どうしよう。次のさ、親分もレントラー使って麻痺作戦で捕まえたいから、まあここ正直ジュナイパーがいらない。いや、でもジュナイパーを抜かすわけにはいかないよな。ニューラ、あ、ギャラドス、じゃあちょっと手持ちから外しましょう。ちょっと苦渋の選択ですが、まあまあまあしょうがないな。よし、そしたらちょっと最後のね、アグノムがいる湖に向かっていきましょう。どちらに行くの、もう決まってるじゃないですか。グレンの湿地の立志湖ですね。立志湖か。あの立志湖はね、ダイヤモンドパールの頃銀河爆弾であのコイキングがピチピチ跳ねていたイメージがありますけど、グレンの湿地、よーし、じゃあ向かっていきましょうか。新しいポケモンとかは特にないかな。一応なんかポケモンも捕獲しながら進んでいきたいよね。はい、スボミーちゃん捕まるかな。でコダックは結構捕まえてたな。もう行っちゃう、じゃあとりあえず飛んで。おい、ここもモンスターボール投げまして、ここも捕まるかな。はい。モンスターボールね、あんまり使ってないからさ、この辺でちょっと投げとこ。でそこのマスキッパ、お、コダックも捕まったね。あ、やばい、バレたか。バレたらここは虫食いボングリよ。ほら、ボングリを3発投げまして、後ろからメガトンボールを蹴り。これはどうだろう。お、疲れさせた数1あったみたいですね。うわ、ダメなの、嘘。ちょ、今ちょっとカメラがぐるぐるぐるっとなってしまいましたが、いくよ。はい、ここメガトンボールポン。どうだ、メガトンボール背面取りでさ、捕まらないことなかなかないと思うんだけど、オッケー。なんでこんな捕獲率が低かったんでしょうか。はい、そしたらここはウォーグルでも飛んでしまいましょう。で、お、
待てよ、空色玉石がありましたんで、それはちょっと回収させてください。それぐらい登ってよ、ウォーグルさん。で、ここムクホーク投げまして、っていうかゾロアークもちょっと見てみたいな。ここにしよっか。ゾロアークどれぐらいでかい？おい、どうだろう？うわ、でっか！かっこよ！おぉ、ゾロアークめっちゃかっこいいね。ノーマルゴーストか。ちょっと待って。技を整えよう。ゾロアークにして、技覚え。なんかいい技。あ、シャドーボール。ちょっと待って。どっちが強い？物理と。あ、嘘。これ、こいつ特攻の方が高いんだ。だったらシャドークローよりも、シャドーボールの方いいじゃん。ここ切り替えて、神通力か。最近では覚えてないんだもんな。恨みつ、つらみって何？相手を下焼け状態にすることがある。相手が状態以上だと威力は2倍。あー、なるほど。そういう系ね。たたり目ね。で、悪巧みは、じゃあ神通力に変えとこうか。スピードスター、あ、スピードスターもこれタイプ1だよね。うわ。迷うな。ちょっと迷うな。バークアウトが60、スピードスター、あー、まあでもとりあえずこれでいいかな。バランス的にもノーマルタイプの技が抜群で刺さることはないんで、まあ悪ゴーストエスパーぐらいにした方がいいでしょう。よし、じゃあとりあえずこんな感じ。そしたらまたそこ壊してもらって、じゃあ、あ、だやめて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 はい、ここ飛びます。オッケー。ウォーグルを使ってどんどん上に飛んでいきましょう。ちょっと待って、今さあいついなかった今めちゃくちゃでかいイワークいなかった？捕まえたいな、イワーク。ちょっと待って、ちょっと、あったあったあった、オーニューラ助けてオーニューラで一旦ここ登って、バレるな、バレるな。オッケー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 。そしたらここフェザボ、フェザボで後ろから背面取るよ、まずは。ほら、どうだ、オッケー。まあ捕まんないとは思うけど、どう、捕まる、どうだ。あー、無理か。でもバレてないよね、バレてないから、もう一発フェザボ投げます。ほら、どうだ。これ連打してればさ、いつか捕まんねえかな、イワーク。まあ、イワーク、別にイワーク自体は、あ、バレた。バレた？バレてない？バレてないね。もう一発いきます。フェザーボ、ほらフェザーボガンガン投げて、いつか捕まるんじゃないか、戦術。どうでしょうか、捕まんな。全然捕まんねえじゃん、イワーク。まあ、あと一発だから、とりあえず最後まで投げちゃおっか。はい、これでどうでしょう。あ、全然ダメ。全然捕まらんじゃん。ほら、ラスト。これで捕まんなかったらもうしょうがねえわ。どう？捕まる？イワークちゃん。おー、捕まったまさかの捕まった。ほらね、諦めなければ案外捕まるのよ。おっと、そして石つぶてが出てきました。さっきのイワークを見たから全然あなたは強そうに感じない。逃げますイワーク結構捕まえ、あ、イワークじゃねえや、石つぶては結構捕まえてるからね。そしたら向かうべきはそっち側か。はい、ウォーグルを使って飛んでいきましょう。新しいポケモンとかいないよね。なんか村はあるけど、まあ別にいっか。新しいポケモン、パッと見、まあいないわな。お、リッシコだな。なんとか到着しました。こういう、こういうとこ、こういうとこなんとかなんないですか、ウォーグルさん。一発こうパッと羽ばたけば上登れるでしょうが。あ、ここなんかいるかな。一応着地してみる。はい、偉大島で、あ、なんだ、ナマズンがいる。親分だ。うわ、うわ、ここ、フェザーボが必要だ。落ち着け、落ち着け。ここ待って、ウィングボールでもいいや。ウィングボールを、うわ、4個しか作れねえか。空色玉石が全然足りないんだな。ちょっと待って、ウィングボールでなんとか捕まえたい。親分、おい、あ、無理。あ、当たったけどか。親分ナマズン、どうだろう。ほら、どう。オッケー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 。これで捕まってくんねえかな。親分ナマズンさん、どうだ。あー、無理か。やべ、バレたバレたならいいや。あ、普通、あ、ドジョッチがいる、ドジョッチが。じゃあ、まずはちょっとドジョッチ捕まえようかな。ここは、ドジョッチならメガトンでいけるっしょ。はい、メガトンボール投げまして、ナマズン来てる？大丈夫？こっち来てないか。はい、これで OK、ドジョッチ捕まえた。普通のナマズンがいたら嬉しい。あ、いた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 。よーし、じゃあ、こいつはメガトンボールいけるかな。後ろからなんとか忍び寄って、あー、無理か。だったら、はい、行くよ、虫食いボングリで。ほら、あ、いててて、いてて、なに、どこどこ？ん？どこ？どこどこどこ、うん、なんだなんだなんだ、え、ここ、あ、いる、いた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 、ほらほらほら、いてててててて、虫食いボングリ投げる、虫食いボングリ投げて、あれ、どうなってるこれ今今どういう状況、今どういう状況。はい、投げれる。あ、待って、よく、あ、わかんねえ、よくわかんねえからいいや。バレてないな、まず。オッケーオッケー、いたいたいた、ウィングボールまだあるっけ。あったあったあった。じゃあこのウィングボールで、あの、バレてないナマズンを捕まえます。ほら、どうだ、当たってねえんだよな。ほら、嘘でしょ、当たんねえんかい。じゃあスーパーボールを無理やり、あ、バレた？バレたね。これバレた時にさ、あ、ボングリが届いてないのかな。ほら、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 
これでこれでどう、当たってるけど虫食いボン。お、来た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 。はい、で後ろからヘビーボール。オッケーイエーヘビーボールじゃねえ、メガトンボールか。どう、これで捕まる、どうだ。オッケー、55レベル、ナマズン捕まりました。そしたらもうとりあえずいいんで上に上がりましてと。よし、おーっと、なんでウォーグルになったなんでウォーグル、危ない危ない危ないこれウォーグルでさ、高いとこから落ちたら普通にダメージ受けるからさ。よし、オッケー。立志湖ですか。新事故と同じく火山噴火によって誕生したと言われていますね。ポケモン同士の戦いでくぼんだとの説もありますね。その辺はダイパでも語られてなかったかな。守っているのはアグノムというポケモン。アグノムが飛び回ったことで人々に何かをするための決意というものが生まれた、そう言われていますね。まあ石ポケモンですからね。お、またあれか、ペイペイかじゃあちょっとここペイペイで通らせてください。アルセウスフォンを掲げればなぜか扉が開くんですよね。何なんだろうねどういう関係なんだろうね。まあ認められた人しかこのアルセウスフォンは持ってないみたいなことなんかな。なんと先ほどまでなかった洞窟が MK さんを出迎えたいや今までも2回やってきてるでしょう。そろそろ慣れてよ MK さん、参りましょう。中には湖のポケモンを守るポケモンがいるのでしょうね。そう、このね、守るポケモンが強いのよ。お気をつけてということで、よし、じゃあ行きましょうか。ヌメルゴンとゾロアークだったんだよね。どっちも翡翠の姿だったから、今回も多分翡翠の姿の誰かだと思いますけど、まだ見たことないやつかな。不思議な空間、どうして洞窟に柱が？確かに。お、え？ハリーセンか。ハリーセンの翡翠の姿だな。でっか。ただならぬ雰囲気のポケモンが待ち構えている。なんかすごくない？トゲトゲ。ハリーセンってあんなんじゃないけどな。見るからに危なそうなトゲ。MK さん注意して。わかりました。ハリーセンだったら水毒タイプなんで。あ、でも翡翠だから変わってるかな。毒は入ってるよな。毒悪っぽい。じゃあここは、どうしよう。あれ、毒悪だったらとりあえずジュナイパー出しといて、ちょっとお茶濁すか。よし、オッケー。それで行きましょう。こんにちは。翡翠のハリーセンさん、戦わしてくださいな。おお、ぶっ刺しぶっ刺しね。ぶっ刺しと言ってきましたが、よし、行くぞ。何レベだろう。今までは58レベだったから、多分こいつも58だとは思いますけど、はい、50。ハリーマン。待って、こいつ進歩系？うそ、待ってよ。ちょっと待って、ハリーマンって何？初めて聞くんだけど、進歩系だな多分。あ、抜群持ってるやついねえか。じゃあとりあえずムクホークを出しまして、ハリーセンの進化系かっぽいね。多分翡翠ハリーセンの進化系なんだハリーセンボンだから、ハリーセンの線が万になったってことね。10倍で一十百千万ね。ハリーマンね。 OK、 分かった。そんなのはまあいいんだけども、うわ、とりあえずブレバ普通に打っとく。耐えるよな、さすがに。いけ、ブレバ。耐えてくれるとは思う。どれぐらい耐えるかだ、問題は。あ、余裕じゃん。じゃあもう一発ブレバ打ちたい。ちょっと待って。ハリーマン、ここ倒さないで。やっべ。力技。毒好き、一回耐えろ、ムクホーク。一回ぐらい耐えろって。わ。マジで？ちょっと待って、やばくね？ハリーマン、強。じゃあ、ニューラを出して、インファイト耐えるかな？インファイト今一つ？これ。今一つじゃない。毒好き今一つか。だったらここはあえての力技毒好きで、今一つなのを狙って体力を赤ぐらいまでやる。どうだ、ハリーマン。オッケー。これもう一発普通の毒好き打ってもいいな。あ、捨て身。待って、お前捨て身覚えてんの？やばい。ちょっと待った。捨て身覚えてんのは聞いてないぞ。こいつ、やばいかもしれん。こいつ、待て、お前、自らやられる道を選ぶなよ、マジで。いや、それだけは勘弁してくれ。ここ、とりあえず、じゃあ、メガトンボール投げます。で、ニューラがやられたら、とりあえず、そうだな、レントラー出して、真平してって感じになるんですけど、どうだ、うわ、やばい。待って、捨て身マジやめろ。捨て身やめろって。やばい、これ、捨て身、耐える。待って、ハリーマン、体力。やばい。危ねえ。まあまあまあ、とりあえず OK。そしたらレントラーで電磁波を打ちます。やばい。次これレントラーに捨て身打たれたら終わり。これさ、とりあえず電磁波早技打っといて、あれ当たるこれ。嘘でしょ、なんで外すのそれを。待って、危ねえ、毒好きだったらまあいいや。OKOK、レントラー耐えた。で、もう一発電磁波早技。マジ当てろ。OKOK、なんとか当たった。なんでさっき外したんだよ。はい、電磁波で体がしびれて動けない。これ、捨て身タックルの対策で、
ゾロアーク出すか。そうすればあれだわ、ゴーストタイプ入ってるから捨て身が無効化されますね。でレントラーには毒好きを売ってくるっぽいんで、ここはレントラーでそのまま待機でいいでしょう。お願い捕まって。 OK、 よかった。マジ捨て身タックル怖っ。ほんとやめて。あのレポートとか今書いてなかったからさ、あぶねえ。まあまあまあ、とりあえず OK。 ハリーマン捕まりました。毒水だよな多分な。毒悪ちょっとわかんないけど、MK さんさすがだね。はい、なんか新ポケでした。おそして不思議な気配を感じる。アグノムだと思いますよ。今までもね結構なんか問いとかが多かったから、今回も多分なんか何かをしないともらえないんでしょうね。キューンということでアグノム現れました。かわいい。アグノムがね一番なんかこのユクシアグノムエムリットだと強いイメージがある。諦めない意志を確かめたい。沈め玉を投げ続け当ててみせよ。おアクションか。よし行きましょうか。そうアグノムってね10万ボルトエナジーボール、サイコキネシス、シャドーボール、火炎放射とか結構ね技範囲が広いんすよ。で使いやすい。沈め玉アグノムに当てろってことなの。まあそうでしょうね。よしじゃあ当てるか。ほら待てよ。おい、えどこ行った。ちょ嘘、全然当たらんやん。アグノム、いたいたいた。これ遠くからじゃないといけないとこある。おい、えおいそんなん当てる。あ、冬つけ今当たりました。今当たりましたよアグノムさん。おーっと、なんだ、え全然当てられないから失格。おお、またポヨンポヨンポヨンとしておりますが、 MK の心に声が響く。諦めますか。いや諦めないよ。諦めるわけないじゃないですか。ガンガン投げるよ。やらしてください。ちょっと待って、むずすぎね。ほら、うわ、待って、どういうこと。後ろから投げんのか。これさ真正面からやってもダメなんじゃね。真後ろから投げないと捕まんねえのか。いや、まあ、今捕まんねえってか当たんないとかそういう話。今当たっただろう。あー、めっちゃ遠くからとか。おい、え無理じゃない。今もう後ろからでいけそうだったのに。もうやばい、一生できない、一生できないぞ。諦めるべきでしょう。まだ続けるのですか。いや諦めない。あ待てよ、テキスト変わった。あこれあれか、負けイベこれ負けイベントか。なんかぽくね、超不思議のダンジョンの最初のジラーチ戦みたいな。これ負けイベじゃない。待って、負けイベだ多分。あぽいね。はい、またぽよんぽよんとなりまして、これを何回か繰り返すんだろう。MK に心の声が響く。無理です。諦めなさい。それでも続けますか。諦めないよ。多分ほら、テキスト変わってってるから、そういうやつだ。おなんだ、お、まだやるか。ほら今当たったよね。今のは、キューン。今のは当たった判定。どっちだったんだろうよくわからんけど、世界をつなぐために心の一部を授ける。ああ、ありがとう。ああ、なんか、話が早い。なんか、諦めないって言ってたら、すごい、すぐもらえました。MK はアグノムの牙を手に入れた。牙か、ちょっと怖いね。アグノムの牙、立志湖に住む医師の神、アグノムの試練を達成した証、赤い鎖を作るために必要ということで、ありがとうございます。これでなんとか3つ揃いましたよ。ふう、すべての湖を巡ったね。そうですね。じゃあ、コギトさんのところに戻りましょうか。ポケモンが結構瀕死になっちゃってるから、後で回復の方は、コギトさんかウォロさんよろしくお願いします。いやでも捕まってよかったね、ハリーマン。ハリーマン名前面白くね。湖を巡る試練を終えましたね。確かコギトさんの話では霧の遺跡に向かうのだとか。あ直で行く。何が起こるか分かりませんが、遺跡に向かうことにワクワクしています。さあ参りましょう。もうすぐ行く。マジでポケモン回復させてからがいいんだけども。あここが霧の遺跡なのかな。よく分かってないけど。おまたなんかポケモンの形になってんな。霧の遺跡。はい。霧は境界を曖昧にすると古来より伝えられておりますね。あ、だから神葉地方には霧払いっていう、あれが秘伝技があるのか。自分たち人の世界、ポケモンの世界、そして神話の世界が交わるには、こうした舞台が必要なのでしょうか。まあ、なんか条件が必要なんでしょうね。とはいえ、何をすればいいのやら。確かに。ふう、来てやったぞ。おコギトさん、長いスカートで歩きにくかったんじゃない。3つ揃った時に来るなんて空から見ていたの。空から見ていた。ああ、なかなかにすごいポケモンが何かと助けてくれるのでな。え
何の話？翡翠の各地を飛び回るポケモンのこと。で、その話は今しなくていいか。赤い鎖はどうやって作るの？え、何のポケモンの話か気になるんだけど。まあいっか、知らぬ存ぜぬ。え、知らないんだ。世界をつなぐとされる神具だぞ。人に作れるわけがないだろう。確かに。じゃあどうするの？今さらこの翡翠地方に作り方を探すの？確かに。赤木はどうやって作ったんだろう。あの時はなんか技術が発展してて、なんかね、うまくいったんでしょうか。お、なんだ、あ、ユクシー、アグノム、エムリット、3匹が現れました。おお、湖の3匹。はい、現れましたね。おお、赤く光ってる。なんだなんだなんだ。この赤く光るやつに、あ、私が持ってるアイテムを使ってってこと？おお、なんだ、あ、来た、赤い鎖だ。MK は赤い鎖を授かった。おお、なんかダイパをやってる身からすると、これね、悪いアイテムにしか見えないんですけど、本来は新世界を作るみたいなアイテムじゃないんですね、さっき聞いた感じだと。まあとりあえず手に入りましたよ。私たち一族が守ってきた約束、真実であったか。ふう、長年の肩の荷が下りたわ。あ、それは良かった。 MK さん、守備欲言ったようですね。その守備欲ってあなたよく使うね、口癖。ですが世間はまずいことになっていますよ。なんかそうみたいですね。何か知っているの？あの討伐隊が来てるんでしょ。胃腸商会の仲間から得た情報ですが、銀河団のボス、調査を待たずして天眼山に登るようですね。え電木さん、ちょ、私が調査するって言ってんじゃん。なんで勝手に言った？電木さん血迷ったの？裂け目に近づき直に調べるつもりなの？私に調査託したじゃん。 MK さんが赤い鎖を得たことをご存知ないのですから。あ、まあそうでしょうね。そうだよ、今授かったばかりだもの。 MK さんの活躍と赤い鎖のことを教えに行かねば。そうですね、じゃあちょっと教えに行きましょうか。電木さん何やってんの。あ、ことぶき村戻れる？嘘、入っていいの？出禁って言われたんだけど。あ、ちょっとだけ入っちゃった。大丈夫かな。あのバレないようにはしますけども。帰ってきたよ。お、あ、ほら、あれちょっとごめんなさい。電木さんに伝えたいことがありまして、できんだけど入ってきちゃいました。うっかり通したけれど、お前 MK だよな。はい。生きていたのか。もちろんですよ。のたれ死ぬなって島星さんと約束したんでね。お前なら大丈夫だと信じていたぞ。本当？なんか今、死んだみたいな言い方してたけど、ちょっと待ってな。隊長や博士に知らせてくるから。はい。じゃあちょっと待ってますね、ここで。なんか、大丈夫かな？出禁になっちゃ、まあ、電木さんいないなら大丈夫か。MK 君、はい、戻ってきましたよ。博士、MK のことを心配していたからって泣くなよ。泣いていません。僕は大人ですからね。テル君こそ心配のしすぎて夜も眠れなかったのではないですか？どうして言うんだよ。いや、みんな心配してたみたいでありがとうございます。MK、信じるなよ。あれ、島星隊長は博士と一緒に来るんじゃ。はい。ああ、仕事が山積みで調査体質で待つとのことです。電木団長が不在で大変なのですよ。ああ、そうなんだ。団長はって聞くけど知ってんだよな。行ったんでしょ、天眼山に。はい、電木団長は警備隊と共に天眼山へ、自ら時空の裂け目とその向こうに見えたというポケモンの影を調査するとのことです。何なんだろう、そのポケモンって。俺はいいやつだからな。代わりに門番を買って出たのさ。いいやつアピールはいらなかったけど、とにかく調査体質です。これからについて話しましょう。そうですね。いや、なんか久しぶりに帰ってきて、なんか空気がいいね。はい、久しぶりです。島星さん、ありがとうございます。ケイシー、称賛する。のたれ死にするなとの命令、よく守ったな。いえいえ、隊長のおかげですよ。本当に、ほんとほんと、理解不能だ。ケイシーが勝手にやったこと、私としては不便の一言。お、ツンデレだな。確認する。有用な情報を得たから、ことぶき村に帰還した。間違いないな。もちろんです。湖の3匹と赤い鎖、まあどっちもそうですけど、結論から言うと赤い鎖かな。ゲットしましたよ、これ。湖の3匹、赤い鎖。はい、この話を信じてくれるか分かりませんけど、 MK は赤い鎖の説明をした。はい、世界をつなぐという神話の道具。そうなんですよ、なんとかゲットしたんです。電木大長は、団長は寿村にいない。はい、何でも物見の警備隊より時空の裂け目、その向こうにポケモンらしき影が見えたとの報告があったのだ。それ気になるよね。電木団長は万が一に備え、警備隊と共に天眼山、山頂の神殿に向かわれた。
お、槍の柱だな。いくらボスが強くても MK の力を借りた方がいいのに。そうですよ ね、調査隊隊長として命令する。はい、今度は何でしょうか。 MK、 はい、再び調査隊の一員として天眼山に赴き、赤い鎖にて事態を収めよう。わかりました。おお、久しぶりのちゃんとした銀河団の任務ですね。天眼山の頂でなんとか行きましょうか。隊長大丈夫ですか、ボスが留守なのに。いやいや大丈夫ですよ、世界を救うためだから。お、どうした、目つぶってるけど。留守を預ける方が悪い。確かに僕も行くのです。そのドーンっていうことじゃなかったかもしれないけど、留守を預ける方が悪いな。僕たちは調査隊ですからね。はい、じゃあ一緒に行きましょう。行くなとは言っていない。まあそうですね島星さん、なんかずっとツンデレなんだよな。お、なになに、ルカリオがいるんですけど。ちょっと こんにちは、ルカリオ。え、あの、どうしたんですか、私の手持ちになってくれんの。クアン、はい、ルカリオどうかしたのかい。あ、トレーナーがいる。あ、待って、ゲンだよな、ゲンの先祖ですよね。私はハク、君は。私は MK です。名前だけでも覚えてってください。そう、 MK というのか、よろしく。はい、クアン、ルカリオなんかいたけど。ルカリオ、はい、どうした。クア、ルカリオも君から波動を感じたようだね。もし勝負をしてくれるなら訓練場に来てくれないか。お、いいよ、鋼鉄のルカリオ。ルカリオもらえるんじゃね、これ多分。そして待って、お金あるっけ。お金4129円。じゃあ、修造は倒せないわ。そしたらあなたは、あやふみ。僕が行けたらよかったけど、ポケモンは点でダメで、頼む、グレンの湿地で行方知れずのミオを見つけてくれ。ミオ、ほう、わかりました。え、なんか今任務みたいにならなかったけど、まあいいか、そしたらまずはナタネのね、先祖のところに行って、ボングリを回収しましょう。いや、久しぶりのコトブキ村だわ。あ、教えて教えて、あなた何だったっけ、コイキングだったっけ。コイキングいっぱい調べてね、図鑑できたら教えてね。あ、待って、一回さ、これさ、ラーベン博士に報告しないと図鑑埋まんねえんだわ。あー、マジか、あー、マジか、どうしようなんかいろんなことが今重なってる。とりあえず畑に行こっかおのぼりさん、ここにいるの。まあそれはいいとして、とりあえず畑に行って、ボングリをもらおうと思うわ。あ、また拡張できるっぽくない、これ。ほら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 、あなた多分拡張の人ですよね。こんにちは。力自慢とかに手伝ってほしいぞ。はい、王調査隊、ちょうどいいところに来てくれた。畑を広げたいのだが、でかい岩が邪魔でどうにもできねえ。岩砕きを覚えたポケモンがいたら貸しちゃくれないか。岩砕きを覚えたポケモンいると思うよ、多分多少。岩砕き、あ、サイホーンいた、これあげるよ。はい、サイホーン渡します。これでじゃあなんとか岩を砕いちゃってください。あんたのポケモンのおかげで新しい畑を増やせるぜ。はい、この勢いで畑を増やしちまおうということで、ガン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 裁縫で岩を壊して、おお、増えた増えた、できたぞ。はい、おお、これでマックスかな、4つ。見てくれ、あんたらのおかげでいい作物が育ちそうだぜ。そうですね、あ、前も石つぶてとかあげたもんね。この子にはもう少し畑作業を手伝ってもらうよ。岩を砕ける他のポケモンと交代するときは声をかけてくれ。わかりましたとりあえず、はい、畑が増えましたね。よし、じゃああとはボングリも回収しましょう。お金渡してましたよね。収穫が終わったぞ。はい、想像通りの収穫だったな。さあ受け取ってくれ、ありがとう。何個かな、ボングリの実を35個。まあいいでしょう。そしたらさあ、ないか、玉石がね本当は欲しいんですけど、まあ玉石は畑じゃ育ちませんからね。じゃあまたボングリを、はい育てておいてください。っていうか畑の人たちは私のことを疑ってないんだね。なんかほら、一番最初に寿村通報された時さ、追放された時にさ、みんなやっぱあの人なんかダメな人じゃないみたいにすごい噂話してましたけど、もう噂話もやんだのか。あんたらだよな、噂話してたのな。空に生じた裂け目、やはり強調だったのね。あ、裂け目は疑ってるけど、私は疑ってないと。わかりました。じゃあまあそれはいいとして、よし、じゃあ次回またカイちゃんと合流して、天眼山の方に向かっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。